皆さんこんばんは。ただいまから町民大学校が健康ストレッチ教室を開催します。体を温めるお家でもできるストレッチを中心に、一応時間8時半までになってるんですけども、でかめですか？右隣の人にあげてください。足も実は一緒で、こう分かれてるところだけが1なんじゃなくて、この辺から足の手の甲が出るじゃない、足首の方からつま先の方に親指で、あ、そうですか。まず指だけ、かかとも、あ、ここが骨だなっていうのちょっと自分でさ、できるんだ。そう、ちょっと痛いにして、今触ったここのあばら骨にアコーディオンみたいな空気を入れるようにして、息止めないでください。今手で歩いてきたように、手で歩いて戻ってきた。下がる下がる下がる、もう一回前に、普通に楽しませていただいたのと、これもこれからの体作りが大事だと思って今日は参加させてもらいました。とても良かったです。なんと良かったよ、うん、明日がすごく冷たいのがポッカポカあったから、とっても良かったです。体のことなので、やるとちゃんと体は変化していってくれる、なので本当にちっちゃいことでもちょっとずつ続けていくと、ちゃんと体が変わっていくし、整っていくっていうのがやっぱり魅力かなと思います、はい、皆さん自分の体のこういう弱さとか、硬さとかズレとかっていうのにどんどん気づいていっていただいたので、そういう自分の体と向き合う時間を作れたかなと思って、そこは良かったなと思ってます。